もう最終章かこれ。ミレミアタワー来たぞ。はい、ということで、ね、なんで目そらすの。みんなのアイドルです、キャッピ。さあ続きやっていきます。ついにミレミアムタワー来ましたね。来ました、ヤガミ。ここでね、待ち伏せというか、まああれだよね、スパイじゃない、もしもし、なんだ。追跡するんだよ。石松の写真を送ったぜ。どんなやつだ。小太り、あー、これが石松ね。はい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 、ね、グレーのスーツ。なんかいなかったか。ここならビルから出ていく人も見られるね。ラボの場所を突き止めたらそのまま中に突入することになるけど。あの手袋が準備はいい？結構あれだよね。ああ大丈夫だ。カイトさん、ポイントだよね。こっちは準備 OK だ。軌道に電話をかけさせる。てかさ、了解。ドローン使えば。センター長、ダメなんか。ドローンダメなんか。聞こえるか、ターボ。待ってそうだけどな、顔とか。これで石松が動くはずだ。よし、あとは石松を見つけて尾行するだけだな。抜かるんじゃないぞ。ここからだよな。まあ、杉浦がね、あの変な仮面さえつけなければバレないと思うよ。あのアノニマスさえつけなければ。まあ、俺が操作するのじゃないか。こんな人いないか。こんなに人いない。おは、あいつか。これは、うーん、これ特徴合ってるぞ。なんかちょっと若いな。なんか時間経過しないと出てこないパターンがあるらしいという、この間って結構前だけど、コメントでねいただいたんでね、もうちょっと気長に待とうかなと思っとるところですけど、あ、後ろ見れんじゃん。後ろにいたらめっちゃ怖くない？後ろにいたら、ヤガミさんと言って、私をお探しでしょうか。はい。いや、もう言い訳せずに、はいって言いそう。あれ、杉浦もいないんだけど、どこ行ったんだみんな。いなくない？もうないぞ、俺フリートーク苦手だからな。怪しい。こいつか？いや、俺、なんか、つなぎがないぞ。どうしよう。猫もいないし。なんかの、ドローンのね、大会のスタッフと、よくわからないサラリーマンと、なんか怪しいおっさんしかいないんだけど。ん？お？こいつか？グレーのスーツに、なんか遠目で見るとなんか違う感じするけどな。あいつだ。もうこいつか、本当に石松。その手袋ってさ、スマホ操作できる？いける？革だよなあれ。こいつもセクハラしそうだな。あまりあれだぞ、人を見た目でダメだぞ。もう今の令和の時代、ルッキズムとかあるから。あいつセクハラしそうじゃない？なんかめっちゃ尻触りそうじゃない、沙織さんの。あ、ダメだからな、本当に。人をそう見た目とかで判断したらマジでセクハラとかしてそうだよな。自分の権力とか傘にして、どれ、そんなアホな。普通の一般人やないですか。隙間見えてるぞ。さすがにちょっとあれじゃない、見えてるぞ、こっちから見てるぞ。 FPS では上取った方が強いから。かTPS でもそう、上取った方が強いから。めっちゃ見えてる。よし、ちょっと待って、どれだ。ちょっと食事、ご飯食べて3分ぐらいしてやってるからさ、ちょっと声がカスカスなんだけど。すまない、みんなにいい声を聞かせてあげたいんだけど、ちょっと今日はすごいカスカスしてる。なんだ、こっち向くな、石松。松なぎね、これ。
特に意味のないことをそれっぽい感じで言うことによってなんか意味あんのかな、面白いのかなって感じがさせるっていう。石松、あれミレミアムタワーの方戻っていくけどちょっと警戒しすぎじゃない。でもさすがに犯罪ラボ人をもうなんか実験のように殺しまくってるラボに行くとなるとやっぱここまで警戒するか。わざわざ遠回りしてるもんな。だってこれミレミアムタワーだよこれ、今出てきたとこだよこれ。警戒するわな。喫煙所通ってこわ。喫煙しないけどあいつに煙に巻かれないようにな。そこ通ってないぞ俺。いや警戒するか、やっぱり殺人してるもんな。なあ、けど挙動不審なおかげでは分かりやすくていい。なあ確かに超分かりやすいけど。どれ。お前始末、お前さ、めっちゃちょっと警戒すぎじゃない？あれ右行こうとしたんでしょ？左に戻ろうとしてるってこと？え、ちょっと警戒すぎだよな。てかむしろこの辺だったりここだったりして、実はこれ殺人ルームだったりして、フェイントかけてるわ。あーなんだ違うのか。なんでモブかよ。なんか作業着の男と会うのかと、なんか連絡し合ってんのかと思って今お待ちしておりましたみたいな感じで。結構遠いな、遠回りしてんのかなわざと。お、なんか合流したぞ男と。後ろ見たらこれ囲まれてんじゃないのか、実はこれ全員罠で。え、ちょっと待って、戻ってきてないこれ。戻ってきてるよねこれ。あマジで罠説あるぞこれ、周り全員フラッシュモブ。これ全員フラッシュモブ全然あるぞ。気づいたらもう手遅れ、気づいた時には終わり。この普通のマスクのおっさんたちも危ない、怪しすぎるわ。幕にしても怪しすぎるわ。幕なら幕で幕行動しないと、途中で止まって振り返ったりとかしたらダメだろ、絶対しないだろトム・クルーズがそんなこと。全力で行くだろお前。だから子供じゃない小物なんだよ。何の子、ホームレス街みたいな。無臭か。無なんて書いてんだと思った。ムッシュリー、ムッシュリーだ。とっくの昔に潰れたラブホだよ。秘密の人体実験をするにはおあつらい向きだね。俺だ、カイトさん。場所分かったか。それっぽい建物を見つけた。これから中に入ってみ。リーが待ってんじゃないのかこれ。ああ行こう。殺し屋、大陸最強の殺し屋リーみたいなやつが待ってんじゃないのこれ。大丈夫かここ入って。むっしゅり、どうなってんだこりゃ。ねえこれやっぱ僕らが不法侵入ってことになる。いや間違いないそれは。まあな、落とすんじゃないの、スマホなんか落ちそうだぞポケットから。これでなんかバレるんじゃないの、落として逃げるときに。あ、おいてめえら誰だ。誰だお前ら。どうすんの八神さん。やばい、読むな。そんなに決まってんだろ。名前呼ぶなお前。なあ杉浦。よしこれで道連れない。よし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 。危ねえ危ねえ、勝手に一人で
自分だけ助かるとすんねん。名前呼ぶなよ急に。なあ杉浦。危ない。おいぜ、何してくれてんねん、ほんまに。これなんか投げられへん。これはでかいって。それでかいよ。そういうの欲しかったな杉浦。逃がさないぞ。一連卓勝だもん、この子だ。死ぬ時も生きる時も誓いますか杉浦さん、ヤガメさん、あなたたちは誓います。ラブホの守衛ってなんだよ。ラブホの守衛ってなんだよ。ラブホの守衛って何。ねえ、奥に人の気配がする。まだ他にもいっぱいいそうだよ。いっぱいいんのか。向こうも俺らに気づいた。次は多分武器を出してくる。下手したら銃も。ここの連中は何なの。カムロ町のホームレスだな。あ、ホームレスか。それを多分一ノ瀬が金で手なずけた。いっぱい持ってるだろうからな。大丈夫かターボ。なんか数万ぐらいでやってくれそうだよな。でも当たりだ。見張りが何人もいる。ここに何かあるのは間違いないよ。ショーノの秘密ラボか。秘密ラボというか、秘密ラボというか、もう人目につかない。死体を運び出したりするのにもうってつけだ。お前らだけで行けそうか。この先、杉浦と二人だけでラボの証拠を抑えられるか。いや、そうだな。真冬に電話してすぐ来るように。なんどういうこと。警察も一緒にって。守るべきものがあった方が強くなるってこと。なんだよ急に。俺ら今不法侵入中だろ。このままもし秘密ラボがあっても違法に見つけた証拠じゃ裁判で認めてもらえない。あ、そうなの。ダメなのそれも。だって警官呼べば大丈夫になるもんなのか。いや、警察だって令状がなきゃ捜査は無理だね。おう、じゃあどうすんの。じゃあなんで真冬ちゃんに警察連れてこいなんて言うんだよ。そこは俺にちょっと考えがあるからさ。おー、これ大事だぞ。とにかく真冬に伝えてくれる。これ学びだぞ。学び。俺らはラボを探す。勉強だぞ俺たちも。なんかあった時に証拠を押さえる時に俺たちもこれ使えるからな。さあ行くぞ杉浦。杉浦行くぞ。よし、まあ来たか杉浦。行くぞ。よし、杉浦アピール。これでももう逃げ場ないぞ杉浦。明かりも持たずに中に入るの危険だよ。明かりあんの。何それ、心もとなすぎだろ。何があるか。どんだけライト強いね。慎重にね。ほんまかこれ。ツイッターの X のプロモーションで出てくるすっごいあの中国のライトじゃないかこれ。ほんまにそんなライト、あのビームのように光るのかってぐらいのライトじゃないのこれ。こんな光るか。はい、失礼しました。うそらはでも名字出してアピールしてくれてんだよね俺たち。こいつらはもう覚悟の上なんだよ。何だよ関係ない。何だあんのか強くない。ちょっと筋肉だから。つーくれー。何これ。おい、電気マッサージ機じゃねえか。次はどう。どう。次はどう。これ使える。あ、こういうこと。トラップ。え、怖いんだがもう。超待って。何、急にでかい声だ。びっくりした今。こっちがびっくりするじゃねえか。ごめんごめん。まだちょっと怪しいな。これちょっと使いたくね。ヒートアクションで持ってる。え、何、杉浦。ちょ、
さっきから何なんだよ。杉浦、杉浦、おい杉浦、どこ行った。おい、俺たちのイケメンに何しようとしてんだ。イケメン返せ。くそ。おい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 、ちょっと傷つけたら許さねえからな。杉浦と沙織さんだけはマジで本当に傷つけんなよ。1ミリもな。これっぽいし、大丈夫これ。落としたぞ。もう少しだ。あ、ここでピッキングね。よし、やばいなこれ。もう少しだ、うん、ずっと喋り続けてるからさ。よし、どこどこカットすればいいか分かんなくなってるかもしれない。めちゃくそ長い動画になるかもしれない。ちょ、待て、広い広い広い。ヒートアクション試したいだろ。何だこの、何だこの部屋。杉浦お前マジやめろ。杉浦、拷問するな杉浦を。お楽しみの邪魔するんじゃねえ。おい宝だぞ、ギッキ弁は。あと3分もすりゃこいつは極意さ。これ意識なくなるのじゃないん、こういうのって。しゃ、使い方、普通の使い方。この何これ。このロープじゃない、この何ロープじゃない、これ何これ、ホースだ、ホース。こういうのが使えないの。強いじゃん。演武じゃねえな、一戦で行くべきだな。相手してやるよ杉浦、もうちょっと我慢しろよ。何、ろうそくも使えんの。何ろうそくどう使うのこれ。もうアホや。普通の使い方。何やんのこれ。あ、特殊警護いいもん持ってんじゃん、お前ら。なんでそんないいものばっか持ってんの。よしよし、あ、まあ50秒ぐらいで耐えれるよな。次は待たしたな。もう捕まんなよ。なんとかね、本に切りよ。よし、気にすんな、お前いてくれるだけでいい。俺も一人も怖いから。それが本音。一人は怖い、俺も。なんでこんなろうそくあんの。え、なんか気持ち悪い。え、どこ行くの、大丈夫。杉浦より俺の方がやばい気がする。体力。え、何あいつ。こいついたな、なんか。染谷とさ、桐生ちゃんの時もいなかった、こいつ。シザーマン、なんか、こいつだけあの、クロックタワー。助けて。別ゲーなんだよ、こいつだけ。なんだこいつ。近寄るのはやばそうだ。もう近寄ったらまずいぞ、こいつに。お約束。何なのこいつ。なんだこいつ。近寄るのはやばそうだ。生きてたんだなあれ。ドアの付け方。お。もうもらったぞ。秘技。え、でもここじゃないの。ここ行ってなってるけど、ちょっと待って、違う、ここに行けてなってんの。遊びでやってんじゃない、遊びでやってんじゃないんだよ。ちょっとこっちに行けて書いてあるんだよ。え、なんか投げんのか。え、もしかネズミ怖いとか。え、あ、スタミナ使っとくか。これやろ、
間違いないやろ、これ。この電気で、パチ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 ってことじゃんね、これ。これでも食らえ。これ今初めて電気落ちた。よし、今のうちだ。こういうことか。また出てきそうじゃね。戻らなきゃいけなかったんだな。あ、違う違う違う。めちゃくちゃやる気はすごい。え？あれ？そう。まさかあれ、あの人じゃないの？広島の。なん、名前忘れちゃった。いいの？広島のさ、船出してくれた人。え？戦うのか。出た、こいつ。そうだ、ハンマーだよ、こいつ。よし、行け、杉浦。ハングさん、そうだ、そう、その名前だった。杉浦、今のもう一回やってくんな。大丈夫か。一撃。杉浦さん、大丈夫？ハーフです。投げんじゃないよな、それ。ありったけのエナドリー。本気で危ないと思う。杉浦もお前もエナドリー飲んだのか。みんなフラフラだね。もうここにいるやつ全員。お、話した。持ってる。お前は生きていちゃいけないやつなんだ。あ、危ない危ない。もう出てこないだろ、多分。ボスだろこんなの。いや、なんかステッキ男とかいたな。そういや、あいつも出てこないか。おい杉浦君、ここは。また壁かぶってるなと思った。お前一人だけ逃げようと思って、もう逃がさねえからな。ここで？実験してんの？怖いよな普通に。投薬した瞬間に悲鳴を上げるぐらいの薬なんだろう。何？ここ。ここが小野の秘密ラボだ。いいんじゃないの、小野も出てくんじゃないの、さっきのハングマンみたいに。ひょひょひょって。なんだなんだ。でん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 みたいな。でてれてててれててれててててて。あんたまで今ここにいるとは思ってなかった。実に面白い。タイミングが良かった。杉浦、この部屋をビデオで撮れ。うん。カジノ。やめろ。今まで目をえぐられた連中はここに連れてこられてた。警察の捜査で何が出てくるか見ものだな。
被害者たちの指紋、毛髪、体液、DNA。ここにあるのは俺らがずっと欲しかった証拠の山だ。何の話だか。お、もう言い逃れできないぞ。杉浦、どうした？え、まさかお前。ごめんね、八神さん。嘘だろ、杉浦。今までずっとみんなに嘘ついてたんだよ。やっぱりお前。何の話だ。元梶平の社員だとか、あれ全部嘘。お、兄弟かこいつら。名前も偽名。八神さんのことも実はずっと前から知ってた。え？知ってて八神さんに近づいたんだ。嘘だろ。僕の本当の名前。ショーノかお前。ショーノ太郎か。寺沢文也。ああ、寺沢文也。寺沢。お前に焼き殺された。寺沢恵美の弟だ。ダメだぞ。杉浦。杉浦ダメだ。コッペパンを要求する。そこのお前、ナイフを捨てろ。早く。殺人未遂の現行犯だ。なんでその厳しいね。お前ら。ありません。もう危険はないでしょう。なんでそんな厳しいねん。あっちの優しいヤンキー、ショーノには何もせえへんのか。彼は心配いりません。事件にするまでもない。なかったことにしてくれるんだな。別に何も起きていません。しかし検事生、ここを鑑識に調べさせてくれ。連続殺人の現場だった可能性がある。そう考える根拠は？木戸から聞き出した。その程度の理由で勝手な家宅捜査はできません。どうするつもりだ。まず裁判所の令状は出ないでしょう。なんか作戦があるんだよな。令状の名目ならちゃんと用意してあるよ。何ですか？不法侵入の現行犯逮捕。ああ。つまりここは立派な犯罪現場だよ。封鎖して証拠保全。あれだね、諸刃の剣だね本当に。なるほど、ここを調べるためなら逮捕されても構わないと。初めからそのつもりだったんですね。だから藤井君に警官を連れてこさせた。大した人だ。通せ、通してくれ。モグラも来るんじゃないのかこれ。一ノ瀬事務次官。ここは厚生労働省の関連施設です。勝手な立ち入りはお断りします。へえ、ラブホの管理までやってるんですか厚労省は。見た目がどうあれ、今ここはアドデック9の研究施設だ。重要機密だらけなんだよ、この場所は。僕は通ってないこれ。それなんですけど、俺が不法侵入したばっかりに悪いね。ここは警察で封鎖を。そうですよね。まさか。やはりそうはいきませんね。おいおいおい、権力。ここで少なくとも4人殺されてるんだ。国家権力これ。証拠は必ず出る。現時世、博打だろうが今は春時だ。困りましたね。そういう問題じゃないんです。何？お前まさか。一方その頃木戸。たく、てめえみてえのが本当の税金泥棒ってんだ。まあこいつも考えてみりゃ哀れなもんだ。沙織さんのケツ触ったからな。自業自得とは言えよ、ね、え。つうか兄貴は相変わらずお人よしっつうか。モグラじゃないのかこれ。消されるぞこれ。起動さよなら。爆弾？何今の。ここはアドデック9の研究施設とおっしゃいましたよね、一ノ瀬事務次官。
おいおいおい、その通りです。全部が全部アドデック9は日本の国家戦略ともいえる研究です。たかが不法侵入でそれをストップさせるなんてありえません。もっと柔軟に扱うべき案件ですね。終わった。検事さん、こんなご理解いただけて、完全に追い詰められたやん。ヤガミ一派大変助かります。では撤収します。え、全員速やかにこの建物を出るように。どうすんのこれ。どうかアドデック9を完成させてください、小野先生。今後もこのような邪魔は一切入れさせません。終わった。ゲームオーバー。現実終わり。まさか、あんたもアドデック9の利権に。えぐられんじゃないのかこれ。カイトーさんまで。兄貴、あの野郎、まだ生きてるだけマシなのか。あ、まだいるわ。何その武器、不発弾みたいなの持ってんだけど。いやもう今更よお前、今更今更お前だけはもう今更それはもうそうなるわ。何や、何やつドヤ顔しやがってって思っとるよこいつも。殺されなかった。え、どうすんのこれ。ねえ、おい、ちょ待てよ。もう本当にディスマンみたいな顔してんな、あの秘書。エビゾー、お前だけは、お前も、うわ、嘘だろ、真冬終わったあなたもお一人よ、八神さん。いつから森田検事生まで味方に。アドデック9には味方が大勢います。何をしたって届きません。どうすんのだこれ、国家権力よりアメリカか。絶対に諦めねえからな。そうだ、先ほど木戸先生と連絡が取れましてね。今は黒岩刑事と一緒だそうです。何、秘宝だよなこれ。絡まれていたところを救われたとか。もうカムロ町には二度と近づかないでしょうね。ディスマンだな秘書。